こちらの収納ケースに、今回まあテーブル入ってるんですけれども、もうシンプルに開けていただきまして、こちら、足が2点あります。で、こんな感じで広げていただいて、ここに、ロックが2箇所ありますので、ロックを閉めていただきます。ロックを閉めないとどうしてもぐらつくの で、あとはもうくるっとこういった感じのテーブルになります。で、一応この商品自体が耐荷重約20キロありますので、結構丈夫です。で、鉄製なので、熱々のダッチオーブンとか、もう火ガンガン当てたやつもバーンと置いていただいても全然びくともしないんで、置いていただいて、もうバーン置いていただいて、ワイルドに料理していただいても全然問題ないので、結構おすすめです。こちらの商品の高さのイメージなんですけれども、ローチェア置いて、こんな感じで高すぎず低すぎず、僕的にはめちゃくちゃちょうどいいサイズにしているつもりです。で、パンチのメッシュの穴とかが開いたりするので、水とかこぼしもバーッと下に流れるので、結構使い勝手はいいと思います。で、一応この商品もう一つ使い方がありまして、もう一個テーブルを、こんな感じでテーブルを2個横に置いていただくと、2人でこんな感じで、テーブルとして使えます。これも結構おすすめです。ちょっとどうしてもね、段差はできてしまうんですけど、こればっかり仕方がないんですけど、で、先ほどもお伝えした通り鉄製なんで、横で料理とかしながら、ここでこんな感じでトングを重ねたり、白川っぽくこんな感じで置けるような、こういうハンガーラックみたいなものをつけてるので、タオルとか干してもいいかもしれないですね。このテーブルの最大の特徴なんですけど、先ほどからニコニコ言うてると思うんですけど、この商品実はこんな感じでラックになるんですよ。これやばないですか。これテーブルにもなる、ラックにもなる、超いい商品です。で、一応先ほどお話した通り、商品自体は耐荷重20キロなんですけど、どうしても2段目、この上の段2段目になると耐荷重が低くなるので、上に関しては本当に軽いもののみ乗せてください。はい、ということで本日はこちらのアイアンスタックテーブルの方をご紹介させていただきました。気になる方は、ぜひともアウトドアマンガレージで販売しますので、ご購入の方どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。